今まさに見ごろを迎えている各地の桜。都内の各所も多くの花見客でにぎわっています。その一つ、渋谷の桜のトンネルには知られざる地域の人々の思いが込められていました。この週末、関東の桜は満開となり、都内各地の桜の名所も多くの花見客でにぎわっています。こちらは再開発が進む渋谷区桜ヶ丘町です。ビルの間に植えられた29本の桜が作る桜のトンネル、桜坂にも連日多くの観光客が訪れています。その桜坂のすぐ横の道路に目を向けると、植えられたばかりのソメイヨシノの木が。実は恵比寿までの1キロ以上の道を桜並木にしようという壮大な計画があるのです。ここで生まれ育った米島秀夫さん。桜ヶ丘という地名の通り、かつてこの町には多くの桜の木がありました。しかし進駐軍が空気が悪くなるということで、みんな切ってしまった。その後、わずかに残った桜の木も町の発展による再開発とともに次々と伐採されていきました。寂しかったですね。自分のなんか友達が一人一人欠けていくような。転機が訪れたのは1989年のことでした。渋谷区の道玄坂商店街が桜を使ったイベントを開催。その木を引き取って植えたことが、再び桜の町になるきっかけとなったのです。植えたのはもう一番先は そこ。それから2年後にこの坂になるわけですね。ここに植えたわけ。それから30年以上の月日が経ち、桜は見事なまでに成長。今では多くの観光客が訪れる名所になりました。桜坂の途中にあるこちらのお店、50年近くにわたりこの場所で営業を続けています。大体人間の年齢と同じぐらいで50歳60歳で枯れていくんですね。この祭りが終わると伐採する。強風で倒れる危険があることが分かった5本を伐採することに。これも桜並木を守るためなのです。非常に寂しくなっちゃうんですけどもね、まあ、将来を未来を楽しみに頑張っていこうと思ってます。かつて渋谷で消えかけた桜のある風景、蘇った美しい景色には地域の人たちの思いが込められていました。